稲垣さんの映画の中の佇まいはかなり参考になったというか、それに向かって曲を書いたっていう感じはしますね。でもなんというかこう、でも映画全体ではすごい揺れてる感じもあるし、なんかこうただ静かな映画じゃないので、なんかそれをうまいこと表現できたらいいなとは思ってました。でもやっぱりポスターとかにもなってる稲垣吾郎さんが喫茶店に座ってるシーンっていうのは本当にやっぱり印象的で、やっぱそこ、そうですね、でやっぱその吾郎さんにめがけてっていう感じはしますね。思い出のタバコですこれ。一番最後の方に転調するんですよ。でなんかそれ普通、まあよく出会える J-POP の転調とかだったらこういってたのがこうなるみたいな転調なんですけど、この曲だと最後にこう下がるんですよね。下がる転調ができて、それはすごい気持ちが良かったですね。なんというか、なんだろう、決してこう静かな映画なんだけど、さっきの話に戻りますけど、静かなんだけれどもそれだけじゃない感じみたいなのが、そのアウトロの終わりの部分の方で出せたなっていう気はしてますね。ミュージックビデオって自分にとっては結構難しいんですよ。なんかこうやっぱり自分が映ってるものに対してこう客観視できなくて、それで結構自分のレコードのジャケットとかもイラストを使うことが多くて、だからもう MV に関しては本当に監督に任せるようにしか、任せるしかないっていう感じですかね。そうなんですよ。そうだから、でも一応中原くんはいや、いい声に撮れてるっていうんで、それを信じるしかないんで、まあ、窓辺にてって曲もそうですけど、やっぱ今回 SONGS ってアルバムができたっていうのが自分にとってはまあかなり手応えがありまして、なんだろうな、やっぱでもアルバムで音楽聴くみたいなのは時代と逆行してるんだろうなとは思うんですけど、もしよかったら皆さんまあ聴いてみてほしいし、なんだったらその CD っていうパッケージで手に取ってみてほしいですね、とは思います。なのでまあ絶対聴いてくれよなっていう気持ちが一つで、本音を言うとアルバムで通して聴いてみてほしいなっていうのが本音ですね。また窓辺にての立ち位置もすごいいいんですよ。自分で言うのもなんですけどね、結構後半がポンポンポンとすごい短い曲で畳みかけて、でこういう割とどっしりした曲に落ち着くんで、なんかそれはいい流れでしたね。自分にとっても、かなり気に入ったアルバムになってますんで、よかったら聴いてください。あとそうですね、 YouTube のチャンネルも開設してかなり
初期の動画になるとのことで、だから YouTube なんか何やったらいいか全然わかんないんで、どうかあの温かい目で見てもらえればと思います。終わりでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。